はい、どうも皆さん、こんにちは。本日、海ぶどうが単細胞生物だったっていうニュースが発表されて、めちゃくちゃびっくりしております。海ぶどうと同じ単細胞生物、クラクラチャンネルのケースケです。ぷーということで、おい、誰が単細胞生物だ、やかましいわ。ということで、ほんと僕らが食ってたの、今まで、海藻の一種だと思ってたら、単細胞生物だったんですね。いやー、非常に驚きました。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、大発表がございます。クラッシュオブクラン、今年、賞金1億円の世界大会、こちらをね、開催するっていうのはもう動画内で、発表いたしましたが、なんとですね、3月から8月にかけて各月で予選を決めてって、で、そこの、予選通過したクランですね。1クラン通過できるんですけど、それが、6クランの、で、あとはね、こう、ファン投票みたいな感じで2クラン決まって、で、8クランで年末あたりに世界大会、開催されるんですが、今日、明日、明後日の3日連続の、3月の予選、こちらの、生配信、私、ケイスケの方、チャンネルで生放送決定いたしました。よいしょ。はいはいはい。もうね、生放送用の、動画、ページの方はね、もう作成しているんでね、気づいている方いらっしゃると思います。ですね、ちょっとね、どんな風に配信するかっていうと、別に、ね、自分がスタジオとかに行って、こう配信するとかっていうわけじゃなくて、なんか、予選の模様をね、配信するみたいなんですよ。それを自分の、方でね、それの模様をね、配信しながらね、自分も喋っていくみたいな、そんな感じの生放送になっております。で、公式さんからね、数日前ね、ほんとつい最近、で、ケイスケさんのチャンネルの方で、ちょっと生放送やっていただけませんかねっていう依頼をいただきまして、で、こちらね、生放送やること決まったんですよ。で、ただですね、深夜になりますと。で、聞いたらね、深夜の、もう現地の時間に合わせるんで、深夜の夜12時からの生放送となります。で、そこまでは良かったんですよ。そこまでは良かったんですが、自分で、ね、てっきり、今回に8クランで参戦するんですけれども、トーナメント制だと思ってたら、なんと、はい、こちらご覧ください。はい、予選の、対戦表となっておりまして、トーナメントではなくて、グループ A、今日のですね、夜12時から生放送する、ライブゲーミングとか、ね、ザノースウォッチとかね、いろいろいるんですけれども、で、グループ B の方では、ブレイズさんですね、日本クラックからも参戦しております。明日ですね、グループ B の生放送やるんですけども、なんとトーナメントではなくて、総当たり戦らしくて、計算したら、毎回ね、6試合ずつぐらい、対戦やるんですよ。これ、下手したらよ。自分深夜の12時からやって、まあ、1試合1時間だとしたら、6時間、深夜の12時から朝6時まで、3日連続で生放送しなきゃいけないっていう。まあ、3日目に関しては、各グループの優勝クランが対決するっていうだけなんで、だけだと思うんで、まあ、そんな時間はかからないと思うんですが、2日連続で、深夜12時から朝6時ぐらいまでかけて、6時間生放送するっていう、状態になりました。スパゼルさん、僕を潰しにかかってません？いや、きついよ。ほんと。まあ、深夜、現地時間に合わせるから深夜の12時スタートはまあいいとして、6時間かけて生放送、しかも深夜12時から朝6時って、ほんと、体力的にめちゃくちゃきついと思うんですよ。なので、皆さん、もし、私、ケイスケが生放送やんなくなったりとかしてたら、死んだと思ってください。スパセルに、潰されたと思ってください。本当にね、ちょっとね、もう、今から、ちょっと生放送直前に、ちょっとね、ちょっと夜食とか、あと、飲み物とか、それね、ちょっと買っておかないとな、っていう感じでございます。で、あとはね、今までとはね、違った生放送の形式になりますんで、初めてやる配信方法でやりますんで、ちょっとね、もしかしたら、生放送、ひょっとしたらトラブルとかあったりするかもしれませんので、その点については、ほんとご了承ください。ちょっと初めてやるスタイルなので、ちょっと今からすごい、心配なんですよね。どういう風にやるんだろう。まあ、要するに、予選の、模様ね、別でチャンネルで、公式のさんの方かなの方でチャンネル、生放送すると思うんですけども、その映像を見ながら自分が、こう一緒に、視聴者さんと一緒に楽しんで、こう喋っていくみたいな、そういうスタイルになるかなとは思います。
まあ、とりあえず、ほんと数日前に振られて、初めてやる方式なんで、まあ、ちょっと試験的な感じで、テスト配信だと思って、そういう感じで見ていただけたらなと思います。で、ね、まあ、これね、毎月ね、やるようだったら、まあ、ゆくゆくは、どんどん熱めてってね、より皆様、視聴者様に楽しんでいただけるような内容というかね、そういう形で作っていきたいなと思ってます。いやーでもね、本当に楽しみですよね。どのクランがじゃあ3月予選勝ち抜いていくか。で、ブレイズさんが本当参戦してて、いや、日本クランからも参戦しているっていうのが、もうすごい嬉しいですよね。ブレイズさん、いや、改めて思ったのが、やっぱり、結構さ、社会人の方とかも結構行ってるんですよ。普通に、休み取って、ポーランド行けてるっていうだけでも、社会人からしたらさ、結構大変なわけじゃん。休みとかもしっかりと取んなきゃいけないんで、それをね、やっぱりこう5人しっかりと送り出してるっていうのが個人的にすげえなと思います。で、あとはね、スーパーセル、要するに8チームよ、8クラン招待してるわけよ。40人よ、世界各国から40人招待してて、で、多分まあ渡航費用、あとホテル代とかもね、スパーセル持ちで、なんか聞いたところによると、ホテルを丸々スパーセルが今貸し切って、で、選手たちをね、こう集めたみたいな、そういう話も聞いたんですけど、スパーセルやばくないですか、金。金すごいですよね。賞金も、だって1億円なわけじゃないですか。で、こっから3月、4月、5月、6月、7月、8月と、6月間、毎月のように、世界中から8名集めて、で、ポーランドの方でスタジオを借りて、で、配信するわけですよ。配信して予選も行うわけですよ。めちゃくちゃ金かけてるなって、改めて思いますよね。ほんとスパセルすげえなっていう。で、今までもね、で、やっぱり念願の世界大会。普通ゲームってこう、7年目とかで世界大会やるっていうのも、なかなか今までそんな見たことないような。パターンで、やっぱりクラクラってこうなんか世界大会やるにしてもいろんな単方体がいるわけじゃないですか。なのでもうクランリーグっていうシステムを作って、でさらにマジックアイテム出して、で今度シーズンチャレンジとかやってくるわけですよ。村をめちゃくちゃ育てやすくして、で世界一を決めやすいような、もうみんなさっさとタウンホール12に上げちゃおうぜみたいな、そんなスタンスにして世界一を決めていくみたいな、そういう方向に持っていったっていう、なんだろう、企画というか戦略、それもすごいなって思いますよね。で、あとは、ルールの方、ちょっとまだ確認してないですよ。ちょっと後で、動画撮り終えたらね、確認するんだけど、ルールとかもクランリーグも仕様なのか、それともクラン対戦、仕様なのか、1人1回しかアタックできないのか、それとも2回ずつアタックできるのかっていうのもね、ちょっとね、後で確認したいなと思いますが、いやね、もう世界最高峰の、だって、今回予選参加するクランっていうのは、クランリーグでもうトップのチャンピオン1でトップ4が集まってます。で、あとはオンライン予選っていうのも、っていうのがあって、その、上位4クランがね、こうぶつかるわけなんですよ。もう世界最高峰の戦いが見れるっていうだけでもめちゃくちゃワクワクしますよね。どういった攻めが見れるか。あとはね、クラクラのプロチーム、初のプロチームが発足されて、ダークルーターズっていうめちゃくちゃ有名な海外のクラン、有名プレイヤーでいうイッツですね。自分も何回か海外の配信でお会いしたことあるんですけども、イッツとかが所属して、で、まあチーフパッドですよ。海外の有名 YouTuber のチーフパッドがスポンサー的な感じだったかなっていう風に、ついた、その初のプロチームが確か参戦するんですよ。だから、それが、ね、それが、ね、やっぱ優勝候補じゃないですか。世界初のプロチーム。それがさ、出場するっていうんで、ほんと今ね、めちゃくちゃワクワクしてる。今日の生放送で出るんだったかな、だったっけな、確か。ちょっとすいません。興奮しすぎてカミカミで。すいませんね。もう今日の生放送で確か出る的な話だったかな。で、ちょっと後で確認するんだけど、これも。いや、本当にワクワクしますよね。で、まあね、どういった攻めが見れるかっていうのもね、非常に楽しみで。で、今ね、お送りしているこの戦術ね、クイヒーの、ネクロボーラー編成って結構見かけてたんだけど、最近はネクロは入れないで、もうペッカ数体、大体3、4体、4、5体ぐらいだったかな、とかを入れてって、で、こうゴリゴリ削っていくっていうね、タウンホール12の最新の戦術ね、流しながら今喋ってんだけど、
俺も今強くてマルチインフィノタワーが今非常に流行ってるんで、なのでペッカでマルチインフィノのターゲットを集めたりとかして、でなんやかんや終盤以降ボーラーって溶けちゃうんだけど、あのペッカが残ってるんで、あの意外とそっから伸びて全開が取れるっていう、そういう最新戦術なので、タウンホール住人の皆様よろしければやってみてください。はい、ということで今回はですね、今日から、3日連続で私ケスケ世界大会の ESL の予選ですね、3日連続で、生放送をお送りしていくよーっていう告知と、あと結構大変そうな生放送、大変な生放送になるかもしれないので、本当スパセルに私ケスケ潰されるかもしれません。はい、なのでね皆さん、ちょっと本当体調に異変があったら途中で生放送中断するっていうハプニングもあるかもしれませんが、まあないとは思うけど一応ねそのことをあらかじめご連絡させていただきました。なのでちょっとね深夜の12時間の生放送なので、まあちょっと起きてらんないなーっていう方は全然寝ちゃっていただいても大丈夫ですし、まあ春休みシーズンなんで夜更かししてね一緒に付き合っていただけたら嬉しいかなと思います。なのでね、まだ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひとも登録お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、で最後におすすめ動画も貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。